冬なのにかき氷食べたらめっちゃ頭痛くなった。パペットマペット、はい、どうも皆さん、どうもこんばんは。はい、毎日は皆様のご存知通り、みゆみゆこと辻みゆが担当させていただいております。ハロハロ、見てショールームがですね、今日からクリスマス仕様なんですって。見て見て見て、素敵、とても素敵なの。とてもとてもとても楽しい。そうなんですよ。もう椅子にすでにこれがご用意されておりまして、私はとてももうワクワクしながらやっております。さて本日なんですけれども、なんと私たちの美声女ホームルームスペシャルなゲスト様がいらっしゃってくれるということでございまして、どなたかと言いますと、トマメチレナお姉様でございます。やっほー。あ、すごい、ごめん ごめん、ちょっとごめん、痛いよな、そりゃ痛いよね、ごめん、ちょっとごめん ちょっと今罪悪感がひどいんで、ちょっと待ってください。ちょっとごめん。普通に拍手しちゃった。ごめんなさい、ちょっと待って。オッケー。ごめん、ごめん。気を取り直して。はい。あとで校舎裏ね、わかりました。はい。ということでございまして、皆様本日のね、放送もぜひぜひ楽しみにしていてください。ね、もうめぐみ様もいらっしゃいませ。前回はありがとうございました。本日も楽しんでいってくださいませ。ということで皆さん、今しばらくお待ちください。それではまたね、ドロンヌ。ジングーベル、無理しなくていいよ、つちゃん。ジングーベル、あ、もうダメだ、文字数的にもできるわけがなかった。キリッツいいでしょ、気をつけ。で、はい、皆さんどうも、こんばんは。こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。みんな元気、元気、元気、超元気。あ、超元気、よかった。元気？こんばんは。割とあれだね、この白だからさ、黒い影が入ると割とブラックに見えるね、この声。こんばんは。うん。ありがとう。こんばんは。ちょっと影のあるキャラに見えるね。あ、シシエ博士さん。シシエ。大好き、おえさん、ありがとう。ありがとうございます。あら、フレちゃん、帽子かわいいって。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ワンバンゴ、ワンバンゴ。ということでございまして、本日もね、始めさせていただきます。エルフィンの美声女ホームルームでございます。エルフィン、アバター配布しておりまして、皆さん、もうしてくださってる方々ありがとうございます。あ、今日私もいるわ、嬉しい、ありがとう。そうなんですよ、ありておりまして、こちらのアバター、私たちのアバターのゲットの仕方は、まあ、番組配信中にギフトとかコメントをねくれた方にもう無料でプレゼント。はい、なんかそれはもうあれだね、アバターフォルダに追加されるらしいですね。はい、追加されます。なので皆さん、ぜひぜひもうギフトもコメントもしちゃってください。そしてですね、こちらショールーム、なんとアバターショップなるものが開設されたらしくってですね、こちら有料コンテンツではあるんですけれども、もうあんな人気キャラ、こんな人気キャラが出てると、もう素晴らしいものでらしいので、はい、皆さんぜひそちらもチェックよろしくお願いします。お願いしますよね。お願いします。ありがとう、そうらしいわね、奥様。帰んないで帰んないで帰んないで。はい、ということでございまして、はい、ではね、今日もよろしくお願いいたしますね。今日もね、務めさせていただきますわ、エルフィンのみゆみゆこと辻みゆと、はい、そしてフラワーこと花さりえです。はい、お願いします。はい、え、そんなことはないよ。ちょっとね、今ね、なんだろう、お外が今日寒いじゃない、中が暖かいじゃない、ジュビジュビ、無理すんな、優しい優しさということでございまして、でもね、ショールームの説明機私なんだな、これが。そんな私に皆さんやってほしいもの、お題をコメントにじゃんじゃん書き込んでください。まあ、ショールームの説明が何かと言いますと、まあ、皆さんからお題をいただいて、それをその時の担当の子が、まあ、なんかうまい具合に やるっていううまい具合にやるっていう役なり、なんかやっぱりミミューがやってると、なんだっけ、雪だるまもやかましくなるんだねごめんじゃあ公開してみる、ちょっと暖かくなってるよ、温めておきました。あ、本当だ暖かい。そうなんですよ、なんで皆さんどんどんコメントにですね、私にやってほしいあんなもの、こんなもの、どんどん書き込んでてください、よろしくお願いします。変わらなかった、やっぱそうですよね。あ、おやいやおやいやい、
ありがとうございます。失礼します。ニューニュー。ベイダー。あらま。あ、ね、そうなんですよね。ダース・ベイダー。あー、ね、そうね。辻ベイダーって。辻ベイダーって。今日のゲストさんもね、なんかツイートされてましたよ、さっき。辻に的なね。オフ。オフ。待って、貪欲なアナゴさんってヤバすぎない？だいぶヤバすぎない？もうそれただの中の人の方になりません？それ大丈夫ですか？さてさて、他には、お、他には、あ、あ、来た。逆に生徒めぐみさんはいてほしいと。恐れ多いな。貪欲なコッペパンって何？貪欲、風邪気味の冬将軍。今年は来たでしたね。あ、らしいですね、うん、感じ。まあいろいろあったという年で、うん、真面目な話もしたり、そういうのもしかり、はあ、他には、お、真っ赤なお花がついてないトナカイさん、どういうこっちゃ。あ、ほんとだー、ついてないだ、はあ、お前クリスマスのトナカイじゃなかったのか。僕が食べたんだよ。お前が食べたんかーい。嘘でしょ。